Pro Wrestling Noah and World League Wrestling proudly presents WLW Heavyweight Championship Match。この試合、ノアホノルル・オフィス所長兼平山がリングアナを務めます。We are honored to introduce our special guest tonight in the Budokan. Eighth time NWA Heavyweight Champion.GHC Title Committee Member and Founder of the World League Wrestling, Mr. Pro Wrestling himself, Harley Race. 場内が一気に沸き上がる。WLW 代表、そして GHC 管理員でもあるあのハーリー・レースが今この緑のマットに呼び込まれました。Thank you very much for coming back to the Budokan. And can I have a short comment for the fan? Well, it is indeed a pleasure to be back in the Budokan again and to be in the country of Japan. And I really, really enjoy coming back this time because with me, I bring World League Wrestling's heavyweight champion.And hopefully tonight you will see one fantastic match and I'll be able to escort my champion back to America. And again, thank you very much for the opportunity to be in here. Thank you, Harley.WLW の主催であるハーリー・レイスの立ち会いのもと、WLW 世界ヘビー級選手権試合が行われます。ベルトを取らなきゃ何も始まらない。1年前ここ日本武道館で GHC タッグのベルトを失ってから今日までの道のりは本当に長く険しいものでした。シングルの実績がなかなか上がらない中でようやく掴んだ WLW 挑戦の切符。とにかく今は形にしたい。ベルトを取って GHC への足がかりにしたいと語ります。小川の持つ GHC、 高山の持つ NWF に挑戦したワイルド2のパートナー力尾への嫉妬、焦り、不甲斐なさ、やりきれなさ、その全てを拭い去るためにシングルプレーヤー森島武史、今スタートラインに立とうとしています。強さを求める男たちが憧れた NWA 王座に名乗り、通算5年半にも及ぶ世界最高峰と言われたベルトを巻き続けた男、ハーリー・レイス。そのレイスが主催する WLW ワールドリーグレスリングの第9代世界ヘビー級王者ロン・ハリス。森島武史の前にまさに大きな壁となって立ちはだかります。今姿を現しました。その右手には金色、そして森島武史が強く強く求め続けたWLW のベルトが、ロン・ハリス何を思う、そして森島はそのベルトをどのように感じているんでありましょうか。今ロン・ハリス緑のマットに立ちました。ノアマット初めての海外のベルトをかけたタイトルマッチが今まさに行われようとしております。青コーナー近く、ベルトを持ったロン・ハリスが森島を睨みつけました。And title match declaration by Mr. Harley Race. WLW World Heavyweight Championship World League Wrestling proudly declares this bout a WLW Heavyweight Champion match.Which is authorized and sanctioned by World League Wrestling, Harley Race, CEO. Thank you very much. ハーリー・レースからこの WLW 世界ヘビー級選手権の宣言文が今読み直されました。And the championship belt returned to Harley Race. 一度ハーリー・レースにベルトが返還されます。森島はまだ
タオルを取りません。精神集中をしています。セコンドには力雄、森島たけし、何を思う。初めてのシングル王座挑戦、今ロン・ハリスを一目見やりました。 And this World League Wrestling Championship match will be 60 minute time limit, one fall. Introducing in the blue corner, the challenger, super heavyweight contender from Japan, Takeshi Morishima. ベルトを取らなきゃ何も始まらない、森島たけし。And the red corner, the champion, WLW heavyweight champion, Big Ron Harris. 森島よ、俺にかかってこい、ロン・ハリス。 Referee by Mighty Inoue. レフェリーはマイティ・イノウェです。4大タイトルマッチ、まずは WLW 世界ヘビー級選手権。異様な緊張感がこの正八角形日本武道館を取り囲んでおります。さっき、そして何か覚悟にも取れます森島たけしの表情。シングル初挑戦、ようやく手にした切符。今ゴングが打ち鳴らされました。 WLW 世界ヘビー級選手権、ロン・ハリス対森島たけし。チャレンジャー森島たけしであります。今リングの中央組み合った、力で押し込んでいったのはチャンピオンロン・ハリス。ここはクリーンにブレイクしました。森島も焦らぬよう落ち着いて序盤を展開しよう。さあもう一度組み合った、今度は森島が押し込んでいく、ロープを背にするチャンピオン。ここもクリーンにブレイクしました。さあこの試合の解説は桃田光雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの立ち上がり、静かでそしてクリーンなものになりました。そうですね、チャンピオンにしてもですね、初めての海外での防衛戦だろうと思うんですよ、という意味で、ある意味ではちょっと緊張がちょっと顔に見えるような気がしますんでね。なるほど。逆に森島選手の方が要するにその挑戦者ということで、リラックスしてるっていう、リラックスとまではいきませんけども、それほどの緊張感はないですよね。顔に厳しさはありますけど、チャンピオンがちょっとなんか緊張気味かなという雰囲気は見えますよね。なるほど。このハーリーレースですが、今年の7月19日に同王座ダッシュしまして、はい、初めての防衛戦が今回この森島たけしの防衛戦というところになります。さあロン・ハリス、そうですね、初めての防衛戦が海外ということでね、やっぱりそのロン・ハリス選手はかなり実力を持っているのはね、前々からもう認められているんですけれども、そのどうしてもやっぱりその場が違うとね、緊張感はどうしても拭えない部分があると思いますよ。しかし、まあこの堂々としたいでたち、やはりプレッシャーに感じるところは森島にもあるんじゃないですか。そうですね、やっぱり森島選手よりやっぱり上背がありますんで ね、森島選手も大きいですけども、自分より大きい選手とはあんまり、あった、ああ突っ込んでいった。森島がエプロンから場外に飛び込んでいきました。190センチ125キロの森島たけし、対するロン・ハリスが203センチ130キロ、スーパーヘビー級の対決ですからね。そうですね、森島選手とすれば要するに自分より大きい選手ってなかなかね、対戦する機会が少ないんで、そういう意味ではやっぱりそのなかなかやりづらい部分はあると思いますけどね。もう試合前に話を聞きますと、とにかくがむしゃらにぶつかっていくだけ。そうですね、もう森島選手の場合には挑戦者ですから、もうガンガン行く以外ないと思いますよね。そしてそのチャンピオンが硬くなっている間にどれだけのダメージを負わすことができるのか、そういうことですね。さあ体を預けていく、一つ気合を入れて何を見せるか森島。立ち止まってエルボー一線か、あっと強烈なエルボー放っていった、ロープのハンドを使って、あっと体を浴びせたが、これはなんとかハリスが返してきました。大きな体、肉体と肉体のぶつかり合い、花道に大の字になりました森島。ロン・ハリスがゆっくりとその森島の近くに歩み寄ります。何を見せるのかロン・ハリス、舞台は花道に移った。これは花道で、
イビドライバー打っていこうというのか。まずハイキック、森島の巨体が横になりました。アリスが一声上げました。おっと、新日本プロレスの棚橋がこのタイトルマッチの模様を見ているようです。力王、そして森島、この棚橋同世代。あさっての新日本プロレス名古屋大会では力王との対戦が決まっています。さあ持っていった、持ち上げた、花道に叩きつけた。力技で持っていったロン・アリス、強引に引き抜きましたね。やっぱり力ありますね。森島早くも動くことができません。この WLW 選手権のルールは場外カウント、10カウントとなっています。 GH ルールとは異なります。10カウントで敗北ということになってしまいます。森島選手の場合、GHC のルールでずっとやってますんで、12カウントに慣れてますんでね。なるほど、そこら辺がちょっと心配ですけどね。さあ場外カウント6まで来ました。今ようやくリングに戻ってこようという、場外カウント7でなんとか帰ってきました。このあたりやはりルールが変わるというのは選手にとってはやりにくいですよね。そうですね、逆にプレッシャーになりますよね。今回 WLW 以外のルールというのはリングアウト勝ちで王座移動、また反則決着による王座移動はないという特別ルール。さあ後ろから突っ込んでいった。また引き分けは王者の防衛となります。さあロンハリスは初めてのカバーに行く。カウント1つで返していく森島たけし。試合時間は5分を経過しました。今回この森島たけしシングル王座初挑戦ということなんですが、シングル王座の初挑戦、レスラーにとってはどのようなものなんですか。やっぱり嬉しいですよね。森島選手は若いですから、もうまだなんていうんですか、イケイケっていうか、もうやる気満々だと思いますので、もう挑戦できることが嬉しいと思います。なるほど、はい、対するロンハリス42歳のキャリア15年、このあたりがやはり森島にとってはプレッシャーでもあるかもしれませんね。そうですね、果たしてこのキャリアの差を何で埋めることができるんでありましょうか。首を押さえている森島たけし、チャレンジャー。さあロンハリスが、あっとコックスクリュー、これはネックブリーカー、完全に森島たけしの首に攻撃の照準を絞りました。カウントは2つ。いや森島かなり厳しそうな表情ですね。そうですね、さっきの場外でのパワーボムがかなりやっぱり効いてますよね。ダメージが残っているといった状況でしょう。森島選手みたいに、ロンハリス選手も背がありますんでね、上背からの要するにパワーボムというのはやっぱり効果ありますよね。そうなるとこのグラウンドの攻撃はかなり森島にとっては厳しいですね。そうですね、要するに首を痛めている森島選手に対して持続して首を攻める、プロレスの要するにその何ですか、基本に忠実な攻めですよね。さあセコンドの力王が必死に声をかけます。パートナーの力王は GH そして NWF ともにシングルに挑戦しました。しかし自分にはシングルの実績がない、そこに嫉妬やるせなさが残っていると森島は語っています。今宵この WLW のベルトを取ることで GH の足掛かりにしたいと言った。バックドロップ、豪快にぶっこ抜いていった。森島にはこのバックドロップがあります。ジャーマンスープレックス、エルボー、そしてこのバックドロップ、森島の巨体から繰り出される一つ一つのパワーの技があります。しかしロンハリスが今度は森島を捉えた。もう一度バックを取っていく、もう一度か、これは体を見せていったロンハリス、返してきました、カバー。いやだけどロンハリス選手の力ありますね。森島選手のバックドロップを受けてなおかつ先に起きてきましたんでね。そうですね、このあたり森島としてはやはり珍しい展開ではあるでしょうね。そうですね、打っても打ってもなかなかダメージが蓄積されない王者ロンハリス。森島にとっては多少厳しい展開となってきたか。体も大きくキャリアもあるスタミナもある、自分はただぶつかっていくだけと語っていた森島、まさにそのスタミナの面キャリアの面で苦しめられています。鉄柵を使ってのこれはギロチンか、首に攻撃を絞っています。このあたりやはり王者のうまさが光りますね。そうですね、もう徹底して首を攻めてますね。やっぱりあんだけ首を攻められると、要するに何か要するに森島選手が行動を起こした時にね、電気が走ると思うんですよ体に。だからスムーズに自分の要するに反撃に移れないっていう部分が出てくると思うんですよね。このあたり
キャリア、そして王者の貫禄といったところでしょうか。そうなるとこの森島は何に気をつけて戦っていかなくてはいけませんか。やっぱり一時でもいいから相手の隙を狙うしかないとは思うんですが、なるほど、その一瞬が勝負を決めるということですね、さあもう一度カバーに入った、なんとか左肩を上げました、もう一度カバーに行く森島、ロープに手をかけました。しかしこれは体を起こす力がもう残っていないということなんでしょうか。そうですね、反応が薄いですよね、かなりね。森島の動きが鈍くなってきました。ニュートラルコーナーにチャンピオンが、チャレンジャー森島、さあ対角線に振りました。あ、これは足で迎撃、森島セカンドロープからエルボーでハリスが森島の動きを止めていきます。あ、何を見せるんだ、なだれ式でそのままチョークで投げていった、2メートル3センチの高さ、さあカバーに合う森島、どうだ、カウントは2つ、しかしこれも首へのダメージはかなり大きいか、思わずエスケープです。今のも首に対する攻撃でした。そうですね、しかしロン・アリス攻撃の手を全く休めません。徹底的に森島の首を痛めつけようという、場外に森島を追っていきます。放送席の前、山のような2人の体、さあアリス、ああ振り返した、森島が振り返した、さあスクラップバスター、場外でのスクラップバスター、さあここでなんとか流れを変えたい森島、試合時間は10分を経過しました。しかしこの10分、パワーとパワーのぶつかり合い、お互いにダメージの残る攻撃が続いています。本部席に置かれた WLW のベルト、森島は果たして初めてシングルのベルトをその腰に巻くことができるのか。ベルトに対する執念、勝利に対する執念、それがこの森島武史、今起き上がっています。さあエプロンから何を見せるか、これはハリスが切り返しましたか。切り返したように見えましたね、首を捉えて不完全な DDT の形になりました。さあ場外で両者が今ゆっくりと立ち上がりました。森島選手の肩がハリス選手の、首がですね、ハリス選手の肩にバーンと当たったような感じに見えましたよね。なるほど、これは自爆となってしまったと言ってもいいかもしれません。ああ、その首に向かっている棒を落としていく、チャンピオンペースとなっています。森島にとっては厳しい展開となってきた。 WLW のベルトを取って GHC への足がかりにしたい、ベルトを取ってアメリカで防衛戦をして自分の幅を広げたいと語っていた森島、さあロープを挟んでブレンバスターの打ち合った、ロン・アリスがぶっこ抜いていった、森島の125キロの巨体がサードロープトップを超えていった、これもなんとか返していきますが、やはり首を押さえる仕草、場内から森島のコールがかかっていますが、あー前に落としていく、このハリスの力技、そのままカバー、森島首を押さえている、しかしこの森島、いや目がうつろでしょうか。ちょっと厳しい状況だと思いますね、棚橋が見守る中、そして力雄がセコンドにつく中、恥ずかしいような試合はできないと語っていた森島、しかしかなり劣勢、厳しい、あっとショートレンジ、森島の体が1回転しました。あ、これは目がちょっとうつろですか。いや、かなりマウントポジション、森島意識はあるか、ようやく手にしたシングル王座への挑戦の切符、その切符をここで捨てるわけにはいかない、諦めるわけにはいきません。あー、チョークだ、チョークスラムが出るぞ、 2メートルからのチョークをなんとかかわして、しかしハイキックで迎撃、もう一度いく、2メートルからのチョークスラム、森島意識はありますか、返した返した、森島アナジが見受けられますが、意識はあるのか森島、いやー、しかしハリスも攻撃の手を休めません。そうですね、素晴らしい連続攻撃ですよね、森島もよく返してはいますが、ハリスのスタミナ、キャリアが1枚上手か、おバックを取った、ジャーマンになるぞ、ジャーマンになる、こ
これはハリスがよく見ていました。もう一度取った、もう一度ジャーマン、そのままホールドしました。どうだ、カウントは2つ。しかし森島ここで一気に畳みかけたい。バックドロップ、ジャーマンからバックドロップを連発。さあカバーに入る森島、カウント1つ。森島の体が吹っ飛んでいきました。力ありますね本当に。さあラリアット、強烈な腕、ラリアットとラリアットの打ち合い。まずは膝にドロップキック。さあ森島がバックだ、ソフトオムの当たりにバックだ。そして何を見せるか、ラリアットだ、体をつけたラリアット、森島だけし。カウントは2つ。しかしもう間もなくシングルのベルトがその腰にまかれようとしていると、満を持してバックドロップ。いやこれはハリスが返していきます。助走を取ってハイキック、森島がバックドロップ、バックドロップ。さあ森島ベルトは目の前だ。森島だけしシングル初体感。第10代 WLW 世界ヘビー級王座、今森島その腰に巻くことになりました。棚橋が見つめる中、生きようがそばに寄る中、森島がようやくそのシングルでスタートラインに立ちました。目指すは GHC、 その足がかり今しかと、この日本武道館の全員が見守ることができました。桃田さん、はい、森島がやりました。いやー本当にもう最高 なんですか反撃っていうかね、あそこまで強烈にあの連続でいかなければ倒せない相手ではあったと思うんですけど、うん、あのものすごいいい、ほんの一瞬のチャンスですよね。それを本当にうまく生かしたっていうか、ただ森島選手自体も勝ったっていうまだ実感全然分かってないんじゃないですかね。もう無我夢中という感じだったんだろうと思いますね、さあ今その手に初めてのシングルのベルト、森島たけし、感無量か、意識はあるのか。おっとハリスが近寄って、今がっちりと握手。森島の腰に初めてのシングルのベルトが巻かれました。試合時間は14分29秒。このベルトの重み、今森島その意識の中にゆっくりと実感として湧いているのかもしれませんね。そうですね、まだあの実感を湧くのはこれからだろうと思いますね、ようやくそのシングルで一つの実績。あー、その目にもしかしたら涙が光っているのかもしれません。ようやく手にした念願のベルト、森島たけし、 GHC の足掛かりにしたいと言っていた森島。あー、森島がアーリーレイスをエスコートしました。ここにまた一人ノアのマットに新チャンピオンが誕生しました。第10代 WLW 世界ヘビー級王者森島たけしの誕生です。リングに一礼。今ゆっくりとその充実感を胸に森島たけしが引き下がっていきます。